ちは、見返り美人嵐山店の光永です。資生堂のアデノバイタルから待望のまつげと美容液が誕生いたしました。こちらのまつげ美容液、自分ちょっと違うメーカーのを使わせてもらってるんですけども、だいたい1ヶ月で、つけまつげをして抜けてしまってたまつげとかがすごい生え揃ってくる感じを自分自身が実感しているので、とてもこちらも期待大のものになっております。でこれのいいところなんですけども、朝と晩しっかりつけてもらって、朝つけてそのまま上からメイクができるという、なんとも女子には嬉しいものになっています。でなっています。でこちらにもあるように、今あるまつげをより長く濃くしてくれるものになるので、ぜひ皆さん一度はお試しになってみたいなと思った方が多いと思うので、よければ見返り美人に来て、こちらの商品一度試してみてください。ではこちらのつけ方を簡単に説明させていただきます。こちらは、まつげにつけるんですが、マスカラタイプではなくてリップグロスのような形になっています。こちらを、お化粧していないまつげの上からつけていただきます。綺麗なお肌が綺麗な状態の時につけていただいて、あまり垂れないぐらいつけて、根元からこちらの粘膜ギリギリまでつけてもらって大丈夫なので、しっかりジグザグと根元からまつげの毛先までしっかりぐーっとつけていただきます。そしてもう一度足して、今度下まつげもこのまま普段のマスカラをつけるようにしっかりつけていただければ、これでこのまま寝ていただければ大丈夫です。お肌が弱い方でも染みづらい成分が入っているので安心して使っていただけます。はい、では大好評のこちらまつげの美容液、見返り美人でも数限りがございます。お買い求めはお早めに、携帯からお電話いただいても、携帯やネット見ていただいても大丈夫です。お電話お待ちしております。